ね、旦那さんを送り出す時、もうちょっと早かったらなとか思いません？そうだよね、もうね、やっぱりご主人ダラダラしてる朝、ダラダラしてる、ムカつくわ。もうケンジさんは夫を起こし着替えさせ、朝食も準備、そしてシャンプーまでするという春菜、一体どのくらいの時間でできるのか。全て5分で。春菜の夫を起こしてから送り出すまで5分で済ませる時短テクニックとは。朝夫を起こして5分で仕事に送り出す時短テクニック、レッツ時短。3、2、1、ゴー。お、どうじゃなりました。起きて、ウェイクアップ。あ、でもダビー、ウェイクアップ。起きない、起きて、起きて。これお菓子を使っちゃいます。まずですね、お湯を張りまして、起きてまだ30秒でここまで。オニオンのお菓子でオニオンスープを作っちゃいますよ。菓子ってなかなか開けづらいと思うんですけども、ここつまんでですね、1、2とやればスープ。2つかみぐらい入れたらもうそのまま、はい、続いてはじゃがりこを使います。1/3ぐらい入れまして、お湯を入れます。でレンジに1分入れてください。この間にサンドイッチを作ります。このソースカツを使ってカツサンドを作ります。マヨネーズをつけます。ソースカツをのせます。ハム、レタス、この間にですね、さっきのオニオンリングのね、お菓子余っちゃいますね。で余ったお菓子をね、袋に入れますよね。そしたらですね、油性マジックを塗っちゃうんです。それでつけます。なぞるってこと？なぞります。これでもう密封されてますから。マジで？そうですよ。いきますよ。そして1分経つですね、こう潰しますとポテトサラダになるんです。でこれを入れまして、これでもうカツサンドの完成。今の間に服切れたもんね。おいしい。じゃあ髪がボサボサ、ちょっとシャンプーしよう。そうや、食べながらします。忙しい時はですね、こやだ、ペテキュールの容器にちょっと水をつけまして、こうシャンプーを入れます。見ててください。でこの間にですね、アイロンなんですけども、このように置いておけばもうシワにならずピンと伸びるわけです。そこの腕の部分にはですね、タオルに巻いた雑誌が入っていまして、ハンカチ見てください。ですね、濡れたままこうピンと干せば。ガラス窓に貼っとくだけだ。トイレができました。まず靴下を履いてね。この間に私はズボンを用意しときます。履いたら、はい、どうぞ。
披露してくださいました春菜さん